福本和夫7月4日から1983年11月16日は日本の経済学者。科学技術士や思想士や文化士屋でもある。長男は福本国夫。戦前期の日本共産党の幹部となり、その理論的指導者として活躍した。福本は生前、自分の名前である和夫について、両親が明治日本の出世党。 鳩山和夫にあやかったものと語っている。当時の筆名は、出身地にちなんで、北条和夫としていた。鳥取県久米郡下北条村に、福本晋三の三男として生まれる。旧正倉吉中学校、旧正第一高等学校を経て1920年、東京帝国大学法学部を卒業。その後、松江高等学校教授に就任。 1922年文部省在外研究員として英独仏に2年半留学。留学先のドイツのワイマールにあるフランクフルト大学社会研究所ではハンガリーの哲学者ルカーチジェルジやドイツの思想家カール・コルシュの指導の下でマルクス主義を学ぶ。マルクスほか思想家の書いた書物について当時のほとんどの共産党員が 翻訳本を読んで議論をしていたのに対し、東京帝国大学を卒業し、参加国留学経験があったことから、原文で理解し、読んでいたと言われている。1924年に帰国し、山口高等商業学校教授に転任。帰国直後、マルクス主義に掲載された論文、経済学批判のうちにおけるマルクスの資本論の範囲を論図で、福田徳造、 川上はじめ、高畑元ゆら先行の資本論研究者を批判し、一躍注目を浴びた。その後山口交渉を辞職して、状況、当時弾圧により一時回答していた、日本共産党の再建を図り、1925年、佐野学により結成された共産党再建ビューローに参加した。さらに当時の社会主義運動の中で、大きな影響力を持っていた。 山川糸氏の論文、無産階級運動の方向転換をマルクス主義1926年2.5月号で発表した山川氏の方向転換論の転換より、はじめざるべからずで批判した。続けて発表した論文、方向転換はいかなる諸過程を取るか、経済学批判におけるマルクス氏本論の範囲を論図などでは、 マルクスの唯物弁証法的方法により、資本主義社会の現実の運動法則を明らかにするとともに、分離、結合論を展開した。マルクス主義1925年2月号に、唯物史観の構成過程を発表し、川上はじめの唯物史観の研究方法を攻撃した。福本は山川イズムを経済運動と政治運動との相違を明確にしない、 接中主義であり、組合主義であると批判し、運動を政治闘争に発展させるためには、理論闘争によって、労働者の外部から、マルクス主義意識を注入する先鋭な前衛党による、理論闘争と政治闘争の必要を説いた。社会の構成並みに、変化の過程1926年2月12日、遺物士官と中間端官1926年3月22日、 経済学批判の方法論1926年5月27日、理論闘争1926年11月20日、観光、この頃、福本イズムが風靡した。1926年12月に、五色温泉で、日本共産党第3回大会が極秘に開催され党の再建がなると入党し、常任委員、党政治部長に就任。 理論的指導者として大きな役割を果たした。家庭を仮定するなど、抽象的かつ難解なレトリックに彩られた福本の一種独特な文章は、たちまちのうちに学生、知識人の人気を集め、その理論は福本イズムと呼ばれ、共産党員や党周辺の活動家の間で圧倒的影響力を持った。しかし、コミンテルンの27年テーで、 福本イズムが批判されたために失脚、党内での影響力を失った。1928年6月3.15事件に連座して検挙された。その後1942年まで14年に及ぶ獄中生活を送り、獄中で口述する日本ルネサンス研究の着想を得た。第二次世界大戦後に釈放されしばらく療養し、1950年活動に、 復帰した。同年に行われた第二回参議院議員通常、選挙では鳥取県選挙区に日本共産党の公認候補として出馬したが落選した。1951年9月に占領政策に反したとして逮捕されたが不起訴処分となった。コミンホルムの日本共産党批判に橋を発する50年問題では統一協議会を組織して党の再建を 主張、六前協後には、党中央との対立を深め1958年党より除名されたと思われ、これ以降は独立したマルクス主義者の立場を取った。ただ、福本が除名されたのかどうかは、今日まで確認し得ない。その後は、農業問題、日本ルネサンス史の研究に専念した。共産党を離れてからの福本は、近世の捕鯨技術などの研究により、 日本ルネサンス論の構築を目指した独特の科学技術史家として知られている。また、極中期間から浮世絵とフランス印象派の影響関係の研究者としてのパイオニアとなり、北斎と印象派、立体派の人々などを出版。フランクフルト留学中に文化史という研究方法を学び、日本におけるその創始者とされる、中華人民共和国の文化大革命を、 一定の留保をつけながらも支持した。1983年死去。小拳書防で著作集が刊行され、2011年5月に完結記念の集いが開かれた。福本は26,508票を獲得したが、定数1で当選した、中田義雄が131,376票、時点で落選した、徳谷隅蔵は95,731票を獲得。 鳥取県は、前年1949年の第24回衆議院議員総選挙で、米原明がトップ当選し、比較的共産党の強い地域だった。鳥取県大百科事典847ページ、福本和夫著作集完結記念の集い報告集、前田幹事のラフ意識された、提携三重県立美術館。ありがとうございます。